静岡県中部で10代の女性をわいせつ目的で連れ去った疑いで、7日、大学生の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、神奈川県相模原市の22歳の大学生と、静岡市葵区の22歳の大学生の2人です。2人は7月中旬、県中部の10代後半の女性をわいせつ目的で誘拐し、性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、容疑者2人は静岡県の中学校の同級生で、被害者保護を理由に女性との関係は明らかにされていません。女性の関係者が7月に被害届を提出し、事件が発覚しました。